えー、5月の25日、2022年です。頑張ります。宝石の国が来月のアフタヌーンから連載再開ということです。えー、長かったですね。2年ぐらい救済してたんじゃないかな。あのー、僕は作者の人が恋愛してたからそ、その間漫画描かないみたいなもんだと思ってましたけど。まあ、あと、漫画の着地点がようやっと見えたってことなんでしょうね。 えー、基本的に宝石の国という話はあれですねあの女子学生の女子寮の、あのー、いざこざみたいなものをあのでかい世界規模でやってるっていう感じの話なのでまあそれについて作者がそこから卒業するメドが立ったっていうことでもあるよななんていうふうに思ったりいたします。 んで、この発表がされる何時間か前に、また相も変わらず、最近本当まあこういう、ツイッターみたいな、あのー、情報ツールを利用して、リーク情報を出す人がいるっつってね。えー、うるせえ奴らの時もそうでしたけど、あと何時間か待てば、正式な情報が出るのにっていうのに、6時間とかさ、10時間前にリークするっていうのを、 あね、それで注目浴びようとかっていうのはあるんだろうけど、まあ印刷会社であるとかあ、まあ会議に参加してるね、あの、端っこのスタッフであるとか、あーそ,そういうとこから流出はするんだけど、良くないなと思いますねまだこ。今回は多分印刷会社関係だと思うんですけどあ、あのー、リーク情報ってもうちょっと早めに出るもんなんじゃないのっていう。 あの、会社から話なんつうのはもう何ヶ月も前から出てるわけで、だから、本当の内部の人じゃなくての、本発行するんだったらやっぱ印刷会社とかさ、そういうのが関わってくるわけですけど、ね、この,この調子だと、あれだよねその、テストの答案用紙とか作ってるところの答え流出とか、 いよいよなんじゃないかっていう、炎上目的で、あの、や、やりそうな気がするし、怖いなと思ったりとかするね。だから印刷会社の社長の人はそういうのを、あの、全部ね、守りますっていうので、従業員にも守らせますっていうふうにやってるものがもう多分崩れて、あの、本当に末端の、末端の人が携帯で写真パシャって撮って、 それが流出するとか、そういうのもあり得るよな、と思ってたり、えー、とかします。そっちの方が怖いな。あのお話の方はもう、市川春子は、もう面白いの書くだろうっていうのは、あの心配してないんですけど、それよりももう、周りの、それに、えー、それに関わる人たちの、あ なんだろうね、モラルみたいなものの方がちょっと目につきました。映画のネタバレなんかも公開前に、あの、関わった人がするとか。まあ、そういうので言うとあれか。何十年も前から、あの、いろんな撮影をして、編集するやつも、その公開する本物の映像以外にも、フェイクの、ね、あの、編集のやつ、オチが変わってるやつとか。 作るっていうので工夫はしてんだろうけどね。いや日本人のモラル低下だなと思ったりとかしておりました。えー、話題、次、えー、Twitter の話です。えー、富樫義孝が Twitter 始めて、本物なのか偽物なのかいや、これは本物らしいよ。じゃあみんなで登録して、富樫仕事しろって言おうというので、 えー、一日で100万人登録して、んで、さっき教えてもらったけど、えー、公式マークが認定されてつきましたよっていうのでね、みんな登録してんだね、と思ったりとかしました、えー。僕は登録しないんですけど、なぜなら、富樫義孝が嫌いだから。<laughs> みんなが、みんなが好きなほど、大して好きじゃないので。 良かったですね、と思ったりはします。愛されてて良かったですね、と思うんですけど。えー、あと、その前の日には、V6 の人が Twitter を公開したっ,つってね、頑張りまーすなんつってね、やってたんだけど、ああのー、もう最近は、だから Twitter なんつうのは芸能人とか有名人とかセレブのものあ,あと大統領のものあ なんだろうなと思ったりとかします。で、普通の人はそこで何か面白いことないかとか、あとは、こう、その有名人が Twitter やってて、こんにちはってこう、チャットで声かけやすいとか、そういうところもあるんだろうなと思うんですけど、なんか僕はそれが、あの、まあ、誰がやってもいいんですけど、 まあ、結局はその人気のヒエラルキーなんだな、なんていうふうに思ったりとかして、あんま好きじゃないなと思います。あの、有名人のつぶやきを見る装置が Twitter になったんだと。だから、その、まあ、利用者がたくさんいるから、そこで、あの、その数の原理が生まれるんですけどあの、こういうのはなんか見なくていいなと思ったりとかします。 あ、あーっと、あ,あ、あーすいません。あの、公式マークがついたんじゃないんだね。この公式はジャンプ公認ってことね。ありがとうございます。ジャンプ公認。これは本物ですよ、と。ね。ありがとうございます。<laughs> 公式マークじゃないんだよね。あの、青い丸にチョンがついたやつじゃなくて。これは失礼しました。はい。 ありがとう教えてもらったのをまた訂正されました。ささやきみたいですあ,あとはまあでも利用する人もねそういうのが見たいんだろうからあーそれでいいよなと思ったりはするんですけどこれによってなんかほんと発言がさあの偏ったりとか逆にその言論統制みたいなのが。 あの始ままるんんじゃななないいかななんていう,ふうにも思ったりします、まあ、今まで、ツイッター、Twitter、社の方が言論統制をしてるので、あのエロいエロいのはダメとか、社会,社会的にこう不適合な発言はダメってってあの、見れないように、ツイッターの方があの設定して、見れないようにしたりとかするっていうのをやってるんで、あれなんですけど、嫌だなと思ったりとかしますね。 個人的に見たくないので、まあ、流れてくる分にはしょうがないなぁと思ってたんですけど、もうツイッター社の方が、その、もう興味は、その、おすすめのツイートですってってさ、こっちがフォローも何にもしてない人、興味も何にもない人が、ポンと、ね、なんか、タイムラインの中に入ってくるっていうやつさ、あほんと良くないなぁと思ってさ、あの、 あ全然関係ない話題とかを急にそこで持ってくる感じとか、すげえなぁと思ったりとかします。あ,あれ、嫌だね。と、とにかく、その、おすすめのやつに流れてくるやつで、僕が記憶にあるやつだと、ボクシングをやってる人がいて、 昔ボクシングで有名だった赤井秀和っていう人がいて、その赤井秀和の嫁さんが、今の年取った赤井秀和の日常みたいなのをこう、あの、発信してる、うんうん、アカウントがあると。で、それが僕のおすすめに流れてくるんですよ。お前有名人好きだろっていうので、えー、流れてくんだけど、全く興味がないんですよね。 赤井秀和本人は昔好きだったこともある。アカンタレの映画も見ましたっていうぐらいではあるんだけど、その嫁さんのツイートは別に興味がない。手塚治虫っていう漫画家がいるんですけど、手塚治虫は好きなんだけど、別に娘の手塚ゆり子も好きじゃないし、たまに流れてくる、僕フォローもしてないのに流れてくるのが、ハートフル売国奴っていう、 田中圭一のアカウントがたまに流れてくる。面白いでしょ。あまあ、取り引き関係も多分それなんだろうなと思うんだけど、いらねえのにな、この人のことなんか最初から目にも入れたくないのになと思ってるのに流れてくる。あの、誰か、その、僕がフォローしてる人がその関係のリツイートなんかをして流れてくる分には、ああ、この人はこれが好きなんだなっていうのは、で、 許せるんだけど、その、ツイッター公式から流れてくるものが、僕がフォローしている、フォローバックしているとか、いう,う人から流れてくるんじゃなくて、ツイッター社が流したいものが流れてくるっていうのが、どうにもゲゼないなぁなんて思って。まあそんなんだから僕、ツイッターあんま見ないようにはしてるんですけど。ううまあでも一日一回この、まあニコニコ生放送なり、 ユーチューブに投稿するときに、その投稿確認みたいなので、見る機会はあるので、あのー、そのときにイラーッとするんですね。だから投稿した瞬間から、ああ、見ない見ないってやった方がもういいのかもしれないなと思うんですけど、もうみんなそれで楽しいんだろうなと思ったりとかしてます。みんなはそれで楽しいんだろうなと思うその。有名な人と、ああ、こんな人も Twitter やってるんだとか、原稿の進捗が見れるんだとかさ。 思ったりとかして。で、僕、その、インスタグラムとか、その、ツイッターで一番嫌なのがですね、あの、おはようって。多分、今起きたんだろうね。その、有名な人がおはようってやってるやつにさこう、うわーっと、おはようございます。今日も一日なんとかですって。あれ大嫌いなんですよね。 何が嫌いかっていうと、これを、まずおはようって発信する人は、まず構ってもらいたいからお、おはようって言うんだよね。構ってちゃんなわけですよ。だからまあ、で、そのかまってちゃんに構いたいというか、有名なかまってちゃんがおはようっていう。つまり、おはようって言った後に、そのおはように、リツイートだったり、その、返信でとかいいねだったりとか、 あの、直接返事でおはようございますっていう風なのを、が何件つくかっていうさ、そのバロメーターなわけですよね。それがね、毎日のようにおはようってやってくるやつとか、まあ一回おはようってやったからもうそれは儀式になってるわけだけど、そのおはように何の意味もないんですよ。あ, <laughs> あと心がこもってない。あと下心が見えるっていうのとか、も込みで、 あの、その、なんか可愛い顔のね、女の女優さんとかがおはようとかさ、まあ、やってたりするのに、それに群がる感じ、あの、アイドルとかがやってるのに、それに殺到しておはようございますってやってるあの姿が嫌ですね。まあ一番その確認しやすいんだろうけど、なん、なんてことない言葉に対して、 えー、なんてことない投稿に対して何かの反応がもらえるっていうのはそういうことなんだろうなぁと思うけどなんかこれはうっちゃうしいなぁと思ってさそ,そ,うそういうことで毎日の承認欲求がそしてその承認欲求がいつかこう炎上したりすると急にこう表ょ変して叩かれる的になることも含めてなんかくだらねえなぁと思ったりとかします。 ほっといたって頑張ってるんだから、別に、おはようの一言いらないんじゃないかなと。でも、やりたい人はそれでやってるし、それで盛り上がってるから、でもそうやって盛り上がってるツイッターが僕はあんま好きではらないと思う。<laughs> 問題発言とか、あの、トランプ大統領みたいにバンバカバンバカするような面白さでもないんだよなと思ったりとかするんで。なんかもう、ここまで来ると末期だなとか思ったりとかするんで、まあ、なるべく今後も、 Twitter は見ないようにしようとかあ、ちょっと思ったりとかしますね。あとはもう、最近は自分のツイートみたいなものを全部消したりとかしようかなとか、ちょっといろいろ投稿してきて、何年か分のその、あの、ログがあ,あるんだけどさ、なんか、どっかで一旦こう、全部なくて、この人のツイートはありませんみたいな、 感じに消しちゃおうかなって最近ちょっと思ったりとかします。まあ、対して僕も自発的なツイートはしないんですけどあの、大体、大体その配信の、今配信してますよとかいうお知らせぐらいしかしないんですけど、日記的に残すものもありかなと思うんですけど、いらないかなと思うこともちょっと多々ありますね。 あと、ニコニコ動画に投稿してる動画とかも、古いやつはもう消しちゃおうかな、とかね。ちょっと思ったりとかしてます。まあ、いつか死ぬかもしれないんで、新編整理としては、その辺をパッとやるとか。あれ、ワンボタンで全部のログ消えるとかできないのかなそれだったら今やってるアカウントを消して、新しいアカウントを登録する方がいいのかな まあ、どっちでもいいやと思ったりしてますけど。まだこの辺の話はおまけでまもうちょっとやろうかなと思います。じゃあ今日最後の話題。えー、シン・ウルトラマン。監督、樋口真二。あのー、これさー、まあまあまあ、僕まだ映画館見てないですけど、ほんとひどいなと思うのが、その、シン・ウルトラマン、安野秀明っていう、 カテゴリーで、安野秀明ベースで新ウルトラマンがあまりにも語られすぎる。まあ、その、ネームバリューというものとか、あの、庶民が何を必要としてるかっうと、樋口真治より安野秀明だっう,う、ことなんだよなと思って、ま、まずそこが嫌だったりする。で、なんか、多分そっちの方が売れるし見てもらえるから、みんな安野安のって言うんだろうけど、監督は樋口真治だろって、あの、 すごいね。だから、あの、あの、まあ、うん、そうね。プロデューサー、プロデューサーの名前があんまり前に出る作品は良くないと言いますけど、あーなんだろうね。特技監督から監督に上り詰めた人がさ、監督になってなおプロデューサーの方がネームバリューがあって、作品を語るときにまずあんのから語られるって、 おかしくねえってちょっと思ったりとかします。で、あの秀明自身は別にそんな前に前に出てる人じゃないので、あの、今回のシングルトラマンでもね、その見る人たち、もしくは,は、話したい人たちがまず基本にアンを置いてるっていうのが良くないなと思います。僕が映画の話した時は、基本的にそのアンの話するのは、新仮面ライダーの方の話でしかしてないと思うんですけど、 いやー、樋口真し可哀かわいそうだなと思ったりとかしました、えー。で、あの、樋口真しの癖みたいなものをですね、あの、ちょっと思い出したというか、ヒソネとトマソタンっていう、あの、ひぐちし監督のアニメーションがあるんですね。航空自衛隊が、ちょっと特殊な航空自衛隊で、えー、ドラゴン、 に乗る女の子みたいなのがある設定の話なんですけど、僕この話が、あの、いろいろ挑戦してて面白いなと思う反面、実際見てみるとすげえ面白くないなって思うんですよね。それはなんでだろうって考えてて、ほんで昨日はっと気づいたんですよ。その、あの、ヒソネとマソタンっていうのは普通のお話から、 ちょっと一段ずれたところにあったりとか、その今まで誰も演出しなかったような日常みたいなものを割と多く入れ込んでいる。だから独特ではあるんだよなと思ったりするわけです。そこが普通の映画監督と樋口真二の違うところなんだっていうことですね。だから、あのー、日本沈没もそうだし、なんでこんな描写するのかな あと『進撃の巨人』も多分そうだと思うんだけどあの普通の映画監督だったらこう撮らないつまりそれは何かというと樋口真司の個性だとでそれを信じて樋口真司は映画を撮ってるわけですよあの今回の『新ウルトラマン』だとすればあのお尻を叩くあく長澤まさみ役のなんとかっていう人とかさあれわざと入れる感じとかっていうのはこれは俺じゃなきゃ撮れないって思って撮ってると思うんだよね で、それに関して、その、僕は、一本の映画っつうのは、人間が死ぬ時に見る相間と、おねう、死ぬ時に一気にこう記憶がわーっと流れる感じ。あれがまるで映画みたいじゃないかっていうので、だと思うんだよね。で、その、普通の映画監督は、その、いわゆるよくある話みたいなものを、よくあるように撮るから、あのー、それが、あのー、 それなりに普通に見て、心にも残らないんだろうけど、なんか、走馬灯っぽいなぁ、みたいな、あ感じになる。だけど、その、樋口真二の撮る、その、相馬灯ねせ、せっかく死ぬ時に見る走馬灯なのに、お尻を叩く、うんうん、スーツ姿の女とか、自動販売機の前でもだえる少女、みたいな。<laughs> えこれは何の相馬灯なんだっていう風になっちゃう感じに多分取れ、取ってしまうのが樋口慎士。それはだからこ、この人が自分で個性を出さなきゃとかお、その、こういう映画これまでにないよなっていうので、これは俺が思いついたアイディアだってって取ってることなんだろうなと思います。それがうまいこと、その観客と噛み合わない。あの、そ,その実体験は僕にないです、みたいなものとか。 そういうのになっちゃうんじゃないかなと思いました。だから、樋口真二の撮る映画の走馬灯というのは特に見なくてもいい思い出なのだというところにたどり着きました。えー、だから樋口真二は駄目だって話じゃなく、この人はずっと。 その挑戦を続けてるっていう,う映画監督なんだよって話です。ダメだとかつまんねえとか面白くねえとかじゃなくて。あのだけどその挑戦があんま人に受け入れられないんだろうななんていうふうに、えー、ちょっと思いました。あの、だからね、あのそういう人なんだなって。 で、作品見て、樋口真治はあんま面白くねえなあなんて思うんですけど、この人がさ、インタビューとかさ、その対談番組で話すときのさ、樋口真治のさ、あのー、なんだろう、人懐っこさと、あと、ロマンチスとかね、ああ、この人すごい夢があるんだろうなとかっていう、その作品に対しての愛とかに関しては、多分誰にも負けないもの持ってんだろうなとか、思うので、 やっぱ嫌いになれないところがすごいなとちょっと思います、うんあ。すごいね。だけど、やっぱ、そ,そういう意味で、樋口真嗣がいろいろロマンを込めたシンウルドラマンですけど、なかなか、こ,こ,この人に注目が浴びることがなくてす、すごくこう出番を後ろの方に引っ込んで、どうぞどうぞってやってるアンナの方に、マスコミから、うん何から、 ね、ファンから何から、シングルトラマン語るときに、あんのあんのっ、つって。で、今、なんか、その、パーカージャケットみたいなのに赤いペイントした、ウルトラマン模様のカラータイマーがついてない、あの、パーカーみたいなの売ります、みたいなのとか、バーってなってたりとかして。あの、すごいね。監督がこんなに注目浴びないの、逆にかわいそうだな、とかちょっと思いました。まあでも、 ね、実装時アングルとか、樋口真嗣本当に撮りたかったかどうかもわかんないし、えー、ね、よ、要請で、要望で撮ったのかなとか思ったりもするんですけど、まあ、良くないななんていうふうに思いました。え以上です。今日気づいた話はこんなもんです。じゃあ終わります。お疲れさーん。